敗戦の功となっていた昭和20年4月、鈴木貫太郎内閣で陸軍大臣に就任。鈴木内閣は、いかにして戦争を終結させるかが重責とされていましたが、陸軍は本土決戦を主張。ところが軍部をはじめ、戦争の結果を悲観していることに、阿南は驚きました。さらに阿南は、天皇が和平決意を固めたことをし、侍従武官も務めたことがある阿南としては、反対することができなくなったのです。8月14日、阿南は敗戦の責任を切腹による自決という形で取る。戦後、多くの軍人が自決したが、阿南の最後は、陸軍トップとして強硬論を最後まで貫きながら、自身の死で陸軍の暴走を抑え、武装解除にも大きな影響を与えたと言われる。阿南は、日本の敗因について、学術を優先し、精神的鍛錬を欠いた将校が、陸軍の崇高な地位を占めていたことが、戦況不振の原因とし、陸軍大学校の教育が間違っていたと指摘している。昭和天皇は精神論への偏りを指摘していたが、阿南は精神主義を徹底してできなかった。中途半端な精神主義を問題視した。現代は精神論そのものが否定されるかのような時代。今また、別の形の精神論問題により日本はどうなるのか。